こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回、都市伝説編、美容師の都市伝説編をお送りしたいと思います。今回、僕が話す内容というのは全くの嘘です。ですので皆さん信用しないでください。はい、美容師さんをね、たくさん敵に回してしまう内容になるかと思いますが、頑張って配信していきたいと思います。はい、あくまでもね、本当の内容じゃないですから。皆さんホームカラーと美容室のカラーどうですか？ホームカラーよく美容師さんが痛むと言いますよね。本当に痛むんでしょうか、ホームカラーって。なんで痛むんでしょうかね。泡カラーとかね、いろんなカラー剤あると思うんですが、ホームカラーのカラー剤っていうのはどこが作ってるんでしょうかね。はい、例えば今ね、ここにあるカラー剤、これはルベルさんというところのメーカーのカラー剤なんですけれど、ホームカラーもね、実は美容室に卸しているメーカーさんが作ってたりするわけですね。はい、で出元は一緒だったりするわけです。でより一般の人に使いやすいように調合してるわけですね。で、じゃあ実際にすげえ痛むのかということが、まあ、僕はちょっと疑問なんですけれども、まあ、実際に検証したことあるんですけどね、そんなホームカラーね、痛むわけではないんですよ。使い方なんですよね。はい、例えばですけど、なぜ痛むかっていうと、毎回毛先まで、根元だけ塗っていてもやっぱりちょっとね、素人の方だと毛先まで薬がついちゃいますよね。でそうすると結構パワーが強い薬で毛先までやってしまうということが原因で、ダメージになったりします。白髪染めだったりとかもそうなんですけど、ただね、根元だけ塗る分に関してはさほど極端に痛むってことは僕はないかなというふうに、思っております。例えば、まあ、うちのサロンでしたら、まあ、これ例えばこれミューっていうタイプなんですね。これ B アルカリ、アルカリが弱いタイプなんで、明るくしたりすることがちょっとあまりできないんですけど、かなりダメージを抑えれます。例えばこういうのを根元に塗っちゃうと根元明るくならないですから、そんなにですから、根元開けて、中間から毛先にこういうのを使うとダメージは抑えれますよ。こういうのは市販のホームカラーではあんまないわけですね。で、オキシというのもこういう2つありまして、まあ、こういう感じね、まあ、これ一般的な 6% っていうんですけど、これホームカラーでも使ってる 6% はホームカラーであるやつだと思うんですけど、まあ、例えばこういうね、ちょっと高価なもの、これはアルカリキャンセルって言ってアルカリを抑えたりするオキシなんですけど、これ 2%。 こういうように美容室では例えばこれミュウをこれで割ってしまうとかなり弱いカラー剤ができるわけですね。要は毛先の方、中間から毛先を明るくする必要がない、色を入れるだけであれば、こういう弱いやつでいいわけです。明るくするっていう場合はやはり強い力があるものが必要になるんですけど、一般のホームカラーの場合は毛先まで全部こう塗っちゃうことっていうのが結構多々あると思うんですけど、そうなるとやっぱり強いのでどん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 毛先が傷んでしまうということがありますが、器用な方だと根元だけね塗ったりとか、うまくやってる方がいらっしゃいます。まあ、最低限ですね、例えば、まあ、これはね、実際にホームカラーできるか分かりませんが、僕はまあ以前やったことあるんですけれども、過去の動画で、ね、かなり何年か前の動画になっちゃうんですけど、ホームカラーのオキシを水で、3倍ぐらいに薄めるわけですよ、中間から毛先に塗るときにね。でそういう使い方をしていくことによってダメージを防げて、色味だけを入れると。ただまあ一液のアルカリはちょっと強いですから、ホームカラーの方がダメージになるんですけど、まあ、美容室でこういうふうにダメージが低いようなカラー剤を使ってる場合はやっぱり美容室の方が痛まないと思います。ただ根元のリタッチとかに関してはホームカラーと美容室のカラーどうかなっていう部分があります。要はその美容室のカラーでパワーが弱すぎてしまうと白髪が染まらなかったりとか、リフトするって黒い毛が明るくならなかったりするわけですから、そこそこ力があるものになります。ですからじゃあ根元に関してはそんなに変わりないんじゃないかという部分が出てきますよね。はい、
でそのね、まあ、ホームカラー傷むってよく言うんですけど、まあ多少なりね、万人が使えるようにパワー上げてる可能性はありますけれども、そこまで極端に傷むのかっていう部分があります。要はその毛先、中間から毛先の処理をどうしてるかっていう部分になると思うんですね。なんでそこをうまく使っていただければそんなに事故は起きないのかなというふうに思います。まあ、これからね、なかなか美容室に今こういうコロナの、まあ、こういう状況ですからなかなかサロンに行けない方もいらっしゃると思います。ね、ホームカラーの比率っていうのもどんどん上がっていくんではないかなと僕は考えております。残念ながら、まあ、うまくホームカラーを使っていくということも一つの手だと思いますし、まあ、やはり僕らとして見たら美容室でやっていただきたいので、美容室に来店してください。はい。なんで、やっぱりね、美容室に来たら来たなりに色のね、あとはそうですね、色が豊富だという部分も美容室でやっぱありますので、希望色に近くできたりとかですね、よくホームカラーだとサンプル見てやっても同じようにならなかったりとか、いわばその塗るベースの髪の状況にカラー剤を乗っけてイコールゴールの色ができますから、そういうのがやっぱり素人の方は想定ができませんので、そういう部分に関してはやっぱり美容室でやっていただくのがいいかなというふうに思っております。ただダメージで、リタッチに関してはダメージどうなのかっていうと、さほど僕は変わらないんではないかなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、あくまでもこれはね、何の根拠もないですから、まあ、検証したことあるんですけど、真っ赤な嘘でございますから皆さん信用しないでください。はい。まあ、今回の内容もね、皆さん、信じるか信じないかはあなた次第ですから、まあ、そこはね、ご理解よろしくお願いいたします。はい。はい。今回も美容師の都市伝説編を見ていただいて、皆さんありがとうございました。